はい、こんにちは、よし、ゆくれるよしです。ハワイアンバンプの簡単なパッセージの練習をしてみたいと思いますね。キーは F でまず説明します。弾いてみます。こういう感じです。コードは、G7C7F というコードの上に乗っかります。こんな感じです。これ C というコードの、図に図形に似てますね。このドから始めて、1弦3フレットこういきます。3、2、3、1、3。その後この指を滑らしてきて、人差し指をですね7フレットに置くタイミングを測ります。そしてこう、7フレットのミの音に置きます。そしてソーファー、こういう風に下ろしますね。で最後 F でジャーンと、こっちの F でもいいですけどね。こんな感じになりますね。これは、出だしの音はどこかというのは、1弦にキーがあるとしたら、今の F ですから、ここに1弦のファーですね、 F の音、これがまあズバリキー、ヘ長調のキーになって、ここから始めるんですね。2弦の同じポジションから始める。そしたらこの音なんです。 F の場合は C の音から始める。まあ、すぐここからね始めてみたんですが、2弦からスタートする場合はこういう風にしてください。はい、したがって、まあ、G その音ですね、 G だと2弦ここからこんな感じになります。高い音がね出てきますので、非常に心地よいですね。これが G ですね。じゃあ C のキーだとどうなるか、ここから始めたいわけですね。その音からこうなりますね。はい、まあ、D だとここ、ここですね。まあ、身近なとこだとそういうポジションですかね。A だと、ちょっと高くなりますね。これ開放弦ですから、ちょっと A はねこのパッセージは使いにくいかもしれませんが、まあそういう感じで研究をしてみてください。それではまた、バイバイ。